こんにちは、せーのです。はい、今日は質問を答えながら、お寿司を食べながら質問に答えていきたいと思います。で、今お寿司があるんですけど、せーのが好きなものしかないんですよ。なんか色がついてるやつ、なんかその色がついてない、例えばイカとかエビとか食べれなくて、そう食べれないんですよ。はい、ということでいただきます。なんかこのトップスグレイルで買ったんですけど、ちょっとなんかママらしい、ママっぽく見える。くら寿司だ、くら寿司。せーなは浜寿司派です。大変失礼いたしました。違う、浜寿司の方がサイドメニューがたくさんあるんでっていう、よく行くの浜寿司。ということでいただきます。なんかご飯って炭水化物から取るとなんか太りやすくなっちゃうらしくて、血糖値がドーンって上がるから、せーなは卵から食べます。いただきます。うん、美味しい。続きまして、炙りチーズサーモン。うん、美味しい。実はせーな寿司がめっちゃ好きで、なんか家の近くに浜寿司があるんですけど、一時期週2ぐらいのペースで行ってました。なんか2人でご飯行くときは浜寿司みたいなところありますね。はい、質問1つ目、ララは保育園とか幼稚園入れるのって結構質問が来るんですけど、入れたいなって思ってるんですけど、今ワンチャン都内に引っ越そうかなってママと話してるので、都内の保育園と幼稚園に入れるかもしれないです。やっぱね、家がさ遠いからさ、往復でもほんと時間すごい取られちゃうから、奈良も都内引っ越しちゃえばよくねみたいな感じになって、都内引っ越してから多分入れると思いますね。でもさ、送り迎えとかさどうするんだろう。迎えは多分ママだな、送りやすいのできたとしても。2個目はもう恋愛しないのっていうふうに聞くんですけど、恋愛はしまーす。全然しますよね。ただめっちゃいい人がいれば付き合いたいなと思います。すごいみんなから多分ストーリーの受け答えとかでめっちゃサバサバしててみたいなだと思われてると思うんですけど、全然そんなことない。ねっとりはしてないけど、恋愛体質ではないんですよ。多分好きな人とかいなくても全然平気だったり、なんか恋愛体質でもないんですけど、恋愛依存。はい、恋愛依存なの、せーな。めっちゃ全部依存型なの。食べ物もなんか聴く曲とかも、なんか一回いいなと思ったらずっとそれ聞いたりしちゃって、そう依存型なんですよ。なんか恋愛するのがちょっと怖いよね。自分でそれを理解してるから全然コントロールできるんだけど、そう恋愛依存体質なの。多分恋愛体質なんですけど、どうしたらいいですかとか結構来るんだけど、全然いいと思う。なんか前までせーなも直したいなとか思ってたけど、いやなんか直そうと思って直せる問題じゃないし、むしろそれを全て受け止めた方が、受け止めることってめっちゃ大事だなと思って、最近自分をね、別に恋愛依存でもそれがせいなのしって思えば楽になりました。男はめっちゃいい、本当に。なんかいい人にしか当たらない。出会う人めっちゃみんなめっちゃいい人なの。運がいいのかなと思う、せいな。3つ目、晩ご飯のメニューはどうやって決めてますかって。なんだろう、なんかほんとその時の食べたいものとか。奈良もね、食べれるものは全部好きなんですよ。だからなんか見てとかはないかもしれない。あとママがいるから何作ればいいかなとか聞いて決めてますね。次、4つ目は、脱毛はしてますかってよく来るんですけど、せいなは最近お家でムダ毛ケアができるドクタービューティー光美容器を使ってます。なんかこういうやつなんだけど、ドライヤーみたいなんですけど、こういうのをね使ってます。でなんか最近結構なんかいろんな人がお家でピッ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 ってよく見ません？家庭用光美容器って言うんだけど、なんか最近よくせーなも YouTube とか見てる時にこれ使ってる人多いなと思ってずっと気になってたんですよ。でこれ男の人も女の人もどっちも使えるやつです。で全身できちゃう。頭から足先まで全部できます。だからなんか家とかね、もう毎回カミソリとかね、なんかやるのだるいなと思ってる人はめっちゃおすすめです。せーなもなんかこれ言いたくないんだけど、なんかほんとめんどくさがり屋で、だからよくサボってたりしたの。そしたらマネージャーに、えっ？とかよく言われるんですよ。
だから結構めんどくさい民なのでめっちゃありがたいですね。これは金額的にはすごいねいいなと思いました。安く済むしお家でもできるしめっちゃいい。この子よしよし。30万回の照射ができて全身胸毛ケア1000回分できるらしいです。だから計算すると25年分だ。すごっ。すごくない？めっちゃ。だから、まあ、家族とか恋人とかシェアして使えますね。ジェルとかさ脱毛するときでジェル塗ったりするんだけどそれとかもいらないからほんとこれだけ。精度はこんな感じでやってます。ウィー、あ、めっちゃいい。なんか美意識上がった気分になります。これやってるともう全然熱くないんでね。もうめっちゃ簡単。しかも軽いからねやりやすいんだよね。まあこういう感じでやってます。じゃあ一旦ねこの子はおやすみ。なんかもうセイナはね使って8週間ぐらい経ってるのかな。あのね本当にすごかった。しっかり脱毛されてる。だしセイナはテレビとか見ながらやってました。でねこれね重さがね軽いのよ。めっちゃだから楽だし本当にお得だなと思いました。無駄毛で生えなくなったもん。レベル5のうちの4やってたんだけど全然痛くない。もうめっちゃおすすめです。はい。なんで、まあ、気になったこといたら概要欄から飛んでみてください。こんな感じでシェーナの脱毛授業でした。LINE の友達何人ですか？通知はどのぐらい溜まってますか？4日前に100何件くらいいつも溜まっちゃうんですけど、全部返しました。なので、今は32件溜まってますね。LINE の友達は119人です。少ないんだよね、シェーナめっちゃ。今ってインスタがあるからインスタの LINE 持ってる友達とかでもなんか友達がストーリー投稿したりするとそこで連絡しちゃうかもしれない。みんなね LINE 見ないんだよな基本性の周りの子。インスタとかの方がやっぱ無意識によく開く機会が多いからインスタの DM とかで連絡取っちゃうから最近は LINE っていう概念があんまないです。セイナちゃんの出産の時のエピソード教えてくださいってよく来るんで今言いますね。なんかララ実はセイナと誕生日がセイナ3月の18日生まれなんですけどその18日に予定日だったのかな。本当は予定日もっと遅かったんだけどセイナが多分早産するってなってワンチャンセイナと誕生日同じになる予定だったんですよ。で、あ、そうって誕生日の日にお腹が陣痛きちゃってセイナの誕生日の日に当時の相方と都内 で買い物してたの。セイナの誕生日だから好きなものを買ってもらってたのね。そしたらやばいと思って痛すぎると思ってお腹っていうかもう子宮何回もトイレ行ってセイナ でもあんま心配かけちゃいけないなと思ってその相方には言ってなかったの。でもマジで痛いからどうしようこれ出てきたらどうしようと思って買い物したの。ちゃんと買い物してでもう買い物完了ってなってセイナが言ったの初めて。てかめっちゃお腹痛いんだけどみたいなどうしようみたいなもしかしたら出てくるかもしれないみたいな絶対な。向こうも焦ってもうそのまますぐお家帰ったの。お家帰ってママにも言ったらその日の夜中でもやばいもう本当に痛いと思って何回もトイレ行くんですよ出産前って。でもその夜中に病院に行こうかなと思ったんだけど収まなんかその痛さもずっと痛いわけじゃなくて痛くなって平気になってみたいな繰り返すから次の日朝やっぱ痛いんだよすごい痛くて昼頃かな病院に行ったの。でワンチャン帰らせられるかなと思ったら子宮口がマックス10センチになったら生まれるんだけどもう産んでもいいですよっていうあれなんだけどとりあえず子宮口が6センチ7センチも開いててえみたいなそんな開いてんのって感じだったのね。周りの反応も即入院ってなって入院してでもその時点ではもう次の日なの誕生日でめっちゃ耐えてみたいな痛い痛いみたいな感じだったんだけど全然ララが出てこなくてでも子宮口ってもう10センチだっけな行けばもう生まれていいサインなの出てきてもいいみたいな。でもせやな子宮口10センチになるまでは早かったんだけど全然ララ出てこなかったの。で骨盤がすごい細いから出てくるの難しいかもねみたいなチラッと言われてたことがあって死ぬ物狂いになって32時間経っちゃって痛いとかの概念じゃなくて痛いから辛いとかよりかは睡眠不足だしうんって力入れるからどんどん消耗しちゃって体力がめっちゃ何回もグーッて気絶しちゃってせいなもうこれ生まれないんじゃないかと思ってちゃんと出てくるところがもう想像できないっていうか海とかさプールとか溺れそうになった時にさもがくじゃん
カブンチャブンチャブンみたいな、その感じ、その痛み版、え、わ死ぬのかなみたいな、もがく感じ、もうそれが一番多分近いとどうやかもしれない。出てくるのはあんま痛くない。32時間を得てララがやーって出てきてって感じなんですけど、それまではほんと壮絶な戦いだったね。だからこれから出産する人は頑張ってください。めっちゃ苦しいけど、いきなり何にもなかったかのように、なんか精神的にもこう上がってたらもうスンってなるから、すごいね、不思議な体験、神秘的ですね。でもそのお腹にずっといたわけだから、そのララが出てきた後はお腹が何もない状況だから、めっちゃ不思議な感覚。はい、ということで質問に答えていきました。お寿司ね、めっちゃ食べてます。せーの、今この動画撮り始めてから30個お寿司を食べてました。お腹いっぱいって満腹になったかな。それでさっき紹介したドクタービューティーの光美容器なんだけど、定価が税込み29,800円。多分脱毛器調べたら相場が4万から7万ぐらいだと思うんだけど、国内ブランドの家庭用光美容器の中でトップクラスに安い方だと思います。ドクタービューティーの光美容器は家庭用光美容器の中でもトップクラスのハイパワーにより、脱毛サロンと同等のムダ毛ケアができるのに値段が29,800円です。めっちゃ安い、ありがとうございます。で、また定期的にやってるセールでさらに安く買えるかもしれないので、概要欄の方をチェックしてみてください。ということで、まあいろいろお話ししたんですけど、まあね、お寿司美味しかったよね。はい、ということでまた質問どしどし待ってます。この動画を最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。バイバーイ、にゃおー。